五冠末期、世は乱れ、群雄割拠の時代となった。あまたの英傑たちが天下に現れ、そして次々と散っていく。属性を離れ、戦況に生きる同志、佐治は、その様をただ眺めていた。やがて、一人の男の姿が佐治の目に留まる。劉備、あざなを玄徳、陣を掲げ、民が安らかに生きるよう目指す男。この男こそ、人を時代へと導く者。佐治はそう確信した。しかし、劉備の前には、強大なる敵が立ちはだかっていた。乱世の勧誘曹操、そして彼が率いる曹魏の一派である。ならば自分がその勢力をくじき、劉備の道を助けるべき。佐治は曹操の留守を狙い、その本拠巨匠へと向かった。大徳を天下へと導くため、佐治の一人きりの戦いが始まる。佐治と申す。さて参ろうか。巨匠に再起を置き、術の準備をなそう。まずここに構え、あと2か所は必要である。命と現れるため、いかがかな。サイスは小生の道具品を延々に幻の兵士たちよ、海賊の敵と刃を割り入れよ。これ以上勝手な真似はさせん。あやつを狙え、即刻撃ち果たすのだ。よりおるまで。構え、構え、その類か。何者だ。総人様に報告するな。知りたまえ。使ってしまっては致し方ない。少々急いでことを運ぶとしよう。なんという武勇。敵将小生が討ち取った。たった一人で残ることは、我が強くの餌食になりてやし。侵入者だ。これは術を使う老人一人。急いで警備を固めよう。さすがは曹操の本拠。この事態への備えも万全ということか。この区画の防備は十分。急いで隣の区画にも呼びかけねば。侵入者を排除する。弩を構え、撃て。ここで何をする気だ、老いぼれ。わしらがいる限り、ような真似はさせん。なるほど。惑いたまえ。力にて小生を止める気か。ならば、惑いたまえ。小生も手荒に振る舞わねばならない。これで邪魔者は消えたかね。術の準備を続けるとしよう。ここに置くのがいいか。さて、残る一つの置き場を探さねば。
敵将強勢が討ち取った。さあ来やがれ、お前の手ひとひねりだ。で何をする気だ。いや、なんであれ私たちが阻止するが。最後の回復はここに落っこしよう。お前の実に雨漏りには再三願わねばなる。いかがかな、覚悟はいいかね。知りたまる。そう、これで準備は整った。背徳に適する者の道をついえさせるとしよう。飛行賊か。防衛部隊参集せよ。侵入者を排除する。そう、丸いたまえ。ならば小生の道場もお見せしよう。遊びが過ぎたよ。いでたれ我が幻影の猛将たちよ。ふん、過去の者に白く俺が全て薙ぎ払ってやる。
さかこれが永続の力か。うん、行くぞ。強い奴で戦わせろ。こんなところまで進行されたと。なんだあの再起は。持ちたまえ。なるほどな。この再起がまやかしを生んでいるのか。世界が気づかれたが、壊されぬ程度に守らねばならない。そう、惑いたまえ。いささか遊びが過ぎたよ。茶番に幕を引いてやろう。正気だ。我が意向の前には無力で。やら一つ打ち砕いてくれよ。いかがかな。なんだこのおもちゃ。こんなもので戦などふざけるな。よりよりな。無駄なことを。さようなものを壊してくれるわ。僕のはいい感じ。今の飛行は最後に勝利するためにな。敵将強制が討ち取った。我が君を狙うとはこの不埒者。私が罰を与えてやりますわ。の不在を敵にこの故障を襲う。貴様ずいぶんと私を馬鹿にしている。遊びが過ぎたよ。どうしたの。そなたらは
背徳の世に不要なもの、故に強制が入ってくる。どうしよう、なぜそれほどまでに総儀を憎む。小生は大徳、龍玄徳の天下を望む者、故にそなたらの波動をくじくのだ。